ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私たちもいろいろな作品をご紹介してきたけど、作者様のことって案外知らなかったりしない？言われてみればそうかもな。せいぜいテレビとか雑誌で特集されて少しわかるくらいだよな。そうよね。でももし作者様のことを少しでもわかることができたら、より作品が楽しく読めそうだと思わない？そうだな、せっかくだし作者様について知りたいんだぜ。じゃあそんな魔理沙におすすめの本があるわよ。ブラックジャック創作秘話、手塚治虫の仕事場からよ。お、当チャンネルでもおなじみの手塚先生だな。早速ワクワクしてきたんだぜ。今回は、この書籍についてのご紹介をしつつ、手塚先生のエピソードをご紹介していくわね。よろしく頼むんだぜ。オッケーよ、それでは、始まり始まり。今回ご紹介するブラックジャック創作秘話は、原作を宮崎勝先生、漫画を吉本浩二先生が手掛けているわ。単行本は、前後巻となっているわ。この絵なんか気になると思っていたら、麒麟の川島さんがめっちゃおすすめしていた。定額制夫の小遣い万歳月額2万1000円の金欠ライフの作者様だな。この漫画も書いていたのか。吉本先生は、少年チャンピオンから執筆を依頼されて本作を手掛けるようになったようね。本作は漫画の神様とも言われた手塚治虫先生の、ブラックジャック連載に至る経緯、手塚先生の漫画に対する思いや、手塚先生を知る関係者の話など、とにかくワクワクするエピソードが盛りだくさんよ。関係者の話とかワクワクするな。当チャンネルでも永井豪先生の激漫で、デビルマンの創作秘話についてご紹介しているけど、新たな発見もあって面白かったよな。そうだったわね。本作でも、たくさんの発見が得られると思うわよ。でもさ、やっぱりブラックジャックが好きじゃないと、ワクワクできなくないか？その辺は今回も大丈夫よ。作品の創作について興味がある人ならかなり面白く読めると思うわよ。漫画ができる過程であったり、当時の編集者の仕事であったり、そういうものづくりの視点で見ても楽しめる作品なのよ。でそんな難しく言わずとも、手塚先生がぶっ飛びすぎててそれだけでも面白いわ。数々の伝説エピソードとか聞いたことはあるけど、真意を知る上でも読んでみたいな。そもそもさ、なんで手塚先生ってすごいって言われるんだ？これは、うぷ主調べ、&独断と偏見も入るし、手塚先生の功績のごく一部であることをご了承くださいませ。さすが漫画界の神様なだけに保険のかけ方もエグいな。本動画は、手厚い保険をかけてお送りいたします。手塚先生がすごいって言われる理由の一つは、手塚先生の最初期の作品新宝島によって、それまでの漫画の概念を変えたことだと思うわ。漫画の概念、話が壮大すぎるんだぜ。それについては、まず赤本について簡単に触れさせてもらうわね。赤本、名前の通り本全体が赤っぽい本で、いろいろ呼び名はあるけど、ここでは赤本に統一させてもらうわね。赤本は、江戸時代から存在しており、内容としては浮世絵が載った子供向けのもので、大正時代から漫画になったの。赤本は、書店ではなく駄菓子屋で購入できたそうよ。駄菓子屋にあったのか。子供からしたらより身近に感じていたかもしれないな。でも当時は大人から認められていない低俗な書籍という扱いだったの。マジかよ、今じゃ考えられないな。漫画は、子供も大人も楽しめるものなのにな。そうそれ。越級になんなんだぜ。その低俗と言われていた漫画への印象をガラッと変えたのが、手塚先生なのよ。マジかよ、今の当たり前を作ったのが手塚先生なのかよ。それまでの漫画は、今の認識のようなストーリー漫画ではなく、風刺的な作品だったの。漫画といっても子供向けとは言い難いな。だから1947年昭和22年に手塚先生の新宝島が出た時には、今までの漫画とは違い、ストーリー漫画でとても面白かったそうなの。じゃあ今ある漫画の土台を作ったのも手塚先生なんだな。想像以上にすごすぎるんだぜ。そんなすごい手塚先生のエピソードが知れるのが、今回の作品なのか？そうなの。じゃあ早速本題に移るわね。本作は、ブラックジャック創作秘話としているけれど、ブラックジャックを執筆しながら他の作品も手掛けていたから、ブラックジャックに限らず、創作活動についていろいろ触れられているわ。手塚先生って当時どのくらい連載持っていたんだ？ざっとブラックジャックを含めて8本よ。はぁ？ 8 本。嘘だろ？時期によっては10本だったりしているわよ。これは、公式の年表からの数字だけど全てではないそうだから、もしかしたらもっと抱えていたかもね。もう想像をはるかに超えてくるんだぜ。波の人間なら発狂しているんじゃないだろうか。手塚先生の休日および睡眠時間も少なかったそうだから、みんなは真似しないでね。大丈夫。真似できる範疇を超えているんだぜ。本作では、ブラックジャックが連載に至る経緯や、連載中のエピソードが関係者による証言をもとに構成されているわ。アシスタント目線であったり編集者目線など、視点違いの手塚先生のエピソードは、印象的なものばかりよ。手塚先生の人間性が感じられるエピソードや、間近というものまで、3つご紹介するわね。よろしく頼むんだぜ。きっと神がかったエピソードばかりなんだろうな。ある意味そうかもね。ある意味？
手塚先生のアシスタントには、後に名作を生み出した漫画家が多くいるの。手塚先生のアシスタントってどうやってなったんだ？ブラックジャック連載時で言えば、チャンピオンの紙面に募集広告を載せて応募者を募ったのよ。え？意外とその辺のバイト募集的な感じなんだな。その募集広告によって、後に多くの名作を生み出した者たちが集まったわ。ザ・カボチャワインの三浦光先生、コブラの寺沢武一先生、他にも小谷健一先生、高見真子先生、渡部淳先生、石坂圭先生らがアシスタントを務めていたわ。そうそうたる面々だな。その中で三浦光先生が連載が決まり、アシスタントを辞めることになったの。そこで手塚先生へ感謝の気持ちとして、目覚まし時計をプレゼントしたの。常に時間との戦いの手塚先生にはぴったりじゃねえか。もちろん手塚先生も喜んだのだけど、三浦先生がスヌーズ機能付きであることを伝えると、手塚先生はそれはもう質問攻めしまくるの。手塚先生にとって馴染みのない機能なら仕方ないんじゃないか？スヌーズとはどういう機能なのか？何分後に機能するのか？機能する時間の変更はできるのか？二度寝してしまわないか？え？それは人によ。スヌーズの意味は？うたた寝する？居眠りする？いびきをかく？最近の目覚まし時計にはみんなついているのか？いつ頃からあるのか？だあ、うっせーんだぜー。とまあこんな感じで、三浦先生に普通の時計を送ればよかったと思わせるほどに質問攻めしたそうなの。発砲思わず暴言出てしまったんだぜ。このエピソードは、手塚先生の並々ならぬ好奇心を感じられるわよね。この好奇心こそが名作を生み出す原動力となったと言っても過言ではないわ。好奇心恐るべしなんだぜ。なんだなんだ？物騒なタイトルじゃねえか。この章では、手塚先生が24時間テレビ、愛は地球を救うの第1回目放送で、世界初の2時間テレビアニメの制作の裏側について語られているわ。おっなんだよ、ワクワクする話じゃねえか。確かにね。しかし、この制作の数年前に手塚先生は、虫プロダクション虫プロ商事が倒産しており、手塚先生もかなり追い詰められていたの。それもあり当時の実業の日本支社漫画サンデー編集部の松谷隆之氏に、漫画制作のために設立した手塚プロダクションのマネージャーをお願いする際、私は漫画だけ書いていればお金は使いませんから、アニメはもうやりませんから大丈夫です。と宣言していたのだけど、その後ブラックジャックだけでなく、三つ目が通るなどもヒットしたことにより、5年後事態は変わる。再度アニメ制作をすることにしたのよ。まあ懐も潤ったし、またやりたくなったんだからいいんじゃないのか？ガイア的にはそうよね。そのアニメのタイトルは100万年地球の旅バンダーブック。手塚先生も世界初ということでかなりの力の入れようだったのよ。しかし、当時手塚先生は連載を8本抱えていたの。さっき聞いた時も驚いたけど、改めて無理すぎんだろ。そう、無理としか思えない状態でスタートするアニメ制作。ここで手塚アニメ制作の流れをご紹介するわね。そうだな、アニメができるまでって知らないんだぜ。1、手塚先生が絵コンテを切る。この絵コンテというのは、いわば設計図ね。2、手塚先生とチーフディレクターで相談。その後、外注スタジオに原画を依頼回収。3、チーフが原画をチェック指示。4、完成原画を動画スタジオに依頼回収。5、その後撮影、ラッシュ。6、編集。という流れで制作が進められることになるの。もうすでに嫌な予感がしているんだぜ。このエピソードは、当時制作進行のアルバイトだった、清水義弘氏によるものなんだけど、制作進行は、出来上がった原画動画を外注スタジオに運び指示回収する係なの。最初の2ヶ月は暇だったようなのだけど、徐々に外注先のスタジオからの、絵コンテが来ない、制作した動画のチェックの返事もないとクレームが出始めるの。そしてしまいには、放映2ヶ月前にもかかわらず絵が入ってこない事態に。どれだけ制作時間がかかるものなんだ？作品によっても違うと思うし、30分アニメかアニメ映画かどうかでも違うと思うんだけど、参考までにネット情報をお伝えすると、30分アニメなら1から3ヶ月、アニメ映画なら1、2年だそうよ。え？ということは時代の違いから誤差もあるだろうけど、単純に考えれば2時間アニメだから1年近くはかかりそうだけど、2ヶ月前に原画が入ってきていないってヤバすぎないか？そう、ヤバいのよ。そして制作担当デスクが失踪する事態にまでなったわ。うわ、胸のあたりがモヤモヤしてきたんだぜ。手塚先生は、事態を把握すべく清水氏からの報告をもとに会議をすることにするの。制作状況は3つに分けられたの。1、絵コンテのみで原画が白紙の状態。2、背景原図ができている状態。3、原画に入っている状態。現状把握が終わった後、もちろん仕事の割り振りが必要となるわけだけど、すっと手を挙げる者がいたわ。まさか。そう、手塚先生よ。はい、これは手塚、私が書きましょう。そして次のカットもそのまた次のカットも。やっぱり手塚先生の手腕はすごいんだぜ。あんなに連載抱えているのにこんなに受け負って？おい、待てよ、手塚先生の連載って8本だったよな。そうよ。まさに現場も制作を知る者は皆、マリサの表情だったわ。おそらく現場を安心させるためだろうけど、手塚先生はそれらの役割を受け負い、もう大丈夫、私に任せてください。とみんなに言ったの。
しかしその言葉とは裏腹に事態は、まさにアニメ地獄に突入するわ。放映1ヶ月前にもかかわらず、ラッシュチェックまで到達するも、手塚先生によるリテイクの嵐。現場は、想像を絶する空気だったと思うわ。もう当時この現場にいた人たちからしたら本当笑えないよな。この事態に清水氏もぶち切れるも、手塚先生は。ブラックジャックはね、こんな風に歩かないんですよ。もう原作者である手塚先生が言う以上、現場は、ただただ限られた時間で作業を進めるほかなかった。そして放映に至るまでの現場の葛藤がその後も書かれるわ。タイトルのアニメ地獄に偽りのない内容だったな。おそらく社会経験のある人ならこの緊迫感を自身の経験に重ね合わせて、少なからずヤバい状況と緊迫感は感じられるんじゃないかしらね。そんな言われたら笑えないんだぜ。でもさ、なんでこんな状況になっても手塚先生はリテイク出しまくったんだろうな。それは、手塚先生の作品感によるものだと思うわ。見ている人には、その作品がいいか悪いか二つに一つしかない。だから手を抜くわけにはいかない。故に時間がないながらも完成度を追求したんだと思うわ。言われてみれば、視聴者には裏側はわからないし。かといって時間がなかったと中途半端な作品を放映したら、視聴者を裏切ることにもなる。わかるわかるけど、正直グーで殴ってしまうかもしれないんだぜ。ちなみにこの作品は、放映中にもかかわらず後半のフィルムが納入されていないなど、さらにぶっ飛んだエピソードもあるから興味があればぜひ読んでみてほしいわ。当時の関係者の方々は、本当に大変だっただろうな。いい思い出と言えるんだろうか。本作では語られないけど、自作である海底超特急マリンエクスプレスはもっとヤバかったようよ。なんで表現が曖昧なんだ？どうやら当時この2作品ともに関わった人がいないそうなの。かなり過酷な現場ゆえに辞める人が続出したため、比較しようにも比較できないという話のようね。詳しく聞きたいけど、聞くのが怖い気もするな。多くの関係者の方々の尽力の結果、作品が生み出されているというのを感じざるを得ないわね。原作者様にはもちろんだが、制作に関わる方々にも感謝が必要だな。最後のエピソードは、手塚先生がアメリカに行った時のことよ。ブラックジャックの読み切りが目玉企画として事後予告に載ったにもかかわらず、原稿はまだ上がってこない状態に編集部内は緊迫していた。なぜなら肝心の手塚先生は、原稿を上げないままにアメリカに行っていたの。やばい匂いがプンプンしてきたんだぜ。当初の予定では、アメリカに行く前に原稿を仕上げていくと担当者に話していたのよ。しかし蓋を開けてみれば、出発前までには原稿は間に合わず、苦肉の策として、ブラックジャックは人物のペン入れをして、アメリカから日本にいるアシスタントに送り仕上げる形を取ることにしたの。かなりスリリングな策だ。しかし、現実は原稿のペン入れが終わっておらず、マジか万事休すだ。絶望する編集者だったが、まだ策は尽きていなかったの。それは、アシスタントが先に背景を書く。手塚先生は人物をアメリカで書く。帰国後、人物を切り抜き背景の原稿に貼り合わせるというものだったわ。帰国日が公用日であったためギリギリ間に合う算段よ。かなりギリギリじゃねえか。でもさ、アシスタント側にはネームがあるわけでもないんだろ？どうやって背景書いたんだ？それは、手塚先生が電話で指示を出して書かせたのよ。絵の指示を口頭で伝えるってかなり無理があるんじゃないか？手塚先生は、アシスタントに1ミリの方眼紙を用意させ、小回りの指示を出し、そして背景は自身の過去作品を用いて指示したの。過去作品を用いてってのはどういうことだ？5ページ4コマ目はブラックジャック5話前の校長室を、コマの上側に額縁の絵を付け加えて。といった具合よ。聞き取る方も大変だけど、手塚先生も調べながら指示出すの大変だったろうな。手塚先生は、全く資料などを見ることもなく指示出していたのよ。え？でもあんな細かな指示出していたんだぞ。アシスタントたちも出される指示に半信半疑ながら確認すると、しっかり指示の通りのコマがあり、驚きを隠せていなかったわ。手塚先生は、自身の作品だけでなく集めている資料も全て頭に入っていたの。マジで半端じゃねえな、やっぱり漫画の神様だな。そんな締め切りに間に合わせるために、ぶっ飛んだ方法を使ったというエピソードも、ぜひとも読んでみてほしいわね。ちなみに今回ご紹介したエピソードは、すべて第一巻に載っているわよ。マジかよ、濃すぎなんだぜ。ぜひともまず一巻だけでも読んでみてほしいわ。きっとそれをきっかけに他の巻も読みたくなると思うわよ。手塚先生のエピソードもっと知りたいんだぜ。たった五巻だし、一気に読んでみるんだぜ。今回は、ブラックジャック創作秘話をご紹介させてもらったわ。とにかく常人では考えられないほどのエピソードばかりだったな。きっとまだまだ興味深いエピソードもあるんだろうな。ぜひとも読んでみてね。当チャンネルでは、古き良き名作を偏りがちにご紹介しております。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いします。また他の動画も見ていただけたらめっちゃ喜びます。お願いが渋滞しているな。コメントもお気軽にしていってね。よろしくお願いするんだぜ。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。